神宮寺山古墳は、岡山県岡山市北区中井町にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。公園部に鎮座する、天慶神社岡山県南部、岡山市街地中心部から、やや北方の、旭川西岸の中石平野に築造された、大型前方公園墳である。古くは、江戸時代の文献にも記事が散見される。現在は、 公園部墳町に式内社の天慶神社が鎮座するが、これは岡山城主の小早川秀明により北方村から移されたものといい、かつては別当坊の妙法山の上宮寺も存在したに配じ。これらの造営に加えて前方部は墓地化し、周囲も開発が進んでおり、現在までに墳球は大きく改変されている。墳形は前方五円形で前方部を 西方向に向ける。噴球は、公園部で3段蓄生、前方部で2段蓄生で、大部分が盛り土による。噴球表面では吹き石、円筒波庭が検出されているほか、噴球北側では作りでの存在可能性がある。修行の有無は定かでない。主体部の埋葬施設は、公園部噴頂に位置する縦穴式石室で、そばには副葬品埋葬用の小縦穴式石室も、 存在するほか、前方部にも、別の主体部の存在も推測される。この神宮寺山古墳は、出土派庭から、古墳時代前期後半中期初頭の4世紀、後半マイナス5世紀初頭頃の築造と推定される。日比地方の古墳の多くは、丘陵地に築造されるが、大型前方公園墳としては珍しく中世地に築造された点で注目される古墳になる。 被装者としては、日本初期、王人天皇二十二年上に見える、美濃県を当地と見て、その美濃県に封じられたという音彦に否定する説がある。なお、浅木川流域では、古墳時代前期には、大型古墳として、神宮寺山古墳のほか金倉山古墳、港茶臼山古墳が築造されたが、中期には、大型古墳の築造はなくなり、代わって、中期の映像地は、 足森川流域に集約される。古墳域は1959年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。公園部墳点天営神社社殿と拝殿下に縦穴式石室外石。主体部の埋葬施設は縦穴式石室で公園部墳頂の天系神社の拝殿床下,下にその外石が露出する。公園部では その石室の東側に副葬品埋葬用の小立穴式石室も認められている。この副室は長軸を分球主軸と並行し、長さ1.50メートル、幅0.50から0.60メートル、高さ約0.90メートルを測り、石室床面は砂利式とする。副室の方は1961年に乱屈されており、残存副葬品として、 鉄製部具類、鉄製の小具,具類など100点以上が出土している。また前方部においても、かつて刀、甲冑、槍、個々の破片が出土したと伝えられることから、別の埋葬施設の存在が推測される。ありがとうございます。